はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルのお時間でございます。今日は、モンスターストライクなんですが、この間ね、サーチョーと映画を見に行ったんですよ、モンスターストライクザ・ムービー、始まりの場所へ。というわけで、感想がてらいろいろ語っていきたいなと思ってます。なので、ネタバレになるので、見ないでください、見てない方は。で、見てなくてもネタバレしてもいいよっていう方は見てください。はい、そんな感じで語っていきたいと思います。まずね、泣きました。普通に泣く、ああいうの弱いんですよね。あの少年たちが力を合わせてこう一つのなんだろうものに立ち向かっていく姿みたいなのがちょっとたまんなくてですね、泣きましたね。普通にこうレン君が主人公なんですけど、まあちょっとね、いろいろ家庭の事情とかもあって結構なんだろうな、強がってるっていうか、そういうのとかがね、いろんなね、紆余曲折を経て、ほどかれた時が本当になんか泣きましたね。みんなでは、なんだろうな、気持ちをぶつけ合って、高まっていくシーンというか、あとやっぱオルタナティブドラゴンがかっこよすぎる。なんか無言でね、翼をスッてなんかやったりしてね、守ってくれたりして、そういうところがすごい良かったですね。オルタナティブドラゴンが本当にかっこいいね。でもって、その赤ちゃんに対してなんかオルタナティブドラゴン、実際のゲームでまあドッテキ性になるのかなと思ってたら、まあドッテキ性ではなかったんです。使えなくはないけどドッテキ性ではなかったんですけど、まあなんか乗ったら面白いのになとか思いつつ見てたりしましたね。あと全属性攻撃がなんちゃらって言ってたから、そういうのとかもあるのかなとか思いつつ見てましたね。結局なかったんだよね、そういうのね、全属性攻撃だとかそういうのはなかったですね、ゲーム上では、あとゲノム、最初の方に悪そうな博士が出てくるんですけど、明らかこれゲノムやんって思いながら見てましたね。あとエポカの影の薄さ、あれもなんかまあまあね、時空を移動するっていう意味では必要だったんですけど、まあ、あんまりいらなかったかなっていうか、むしろなんかすごいゲノムにセクハラを受けて終了したみたいなそんな感じだったんですけどね、はい。あとは何だろうな、あとはまあモンスターかっこよかったね、みんなね、アーサー、天草四郎、ガブリエル、カムイとか、あとイザナミのなんか男の子バージョン、かぐつちだっけとか、知らないキャラとか出てきて、なんかさあちゃんが結構詳しかったんで、いろいろ教えてくれましたね、アニメとかの情報を。私映画しか見てなかったので、あんまりちょっと分かんなくて、リングは何なのかとか、リングがないと弾けないんだね。しかもリングのその属性じゃないと弾けないらしくて、属性のモンスターしか、だから光のリングだったら光属性しか弾けないとか、そういうのがあったらしくて、ほーんみたいな。だから最初そのアキラくんがすごいふてくされちゃうシーンがあるんですよね。もともと仲間なんですけど、レン君とかので、なんでだろうと思ってたんだけど、なんかその初期メンズが春馬くんで記憶をねなくされてて、その何カルマに、アニメ版だとカルマがラスボスだったのかな、でなんか記憶とかを消されてて、本当仲間なのに敵対されてたみたいな話を聞いて、あなるほどみたいな、カルマくんはじゃあアニメでは最初というか敵なんだねみたいな。でもカルマくんかっこよかったな、カルマくんタイプです。あとは緑の女の子なんだっけ、みなみちゃんだっけ、彼女はちょっと本当なんかよくあるザちょいキャラみたいな感じで、まあ、私はあんまり好みではないんですけど、面白かったですね。あと女の子、あれ青い女の子なんだっけ名前、女の子ちょっとなんか見てたんだけど、青い女の子が葵ちゃんか、葵ちゃんいいね、ああいうスポーティーな女の子すごい好きですね、個人的には好みだなと思いました。皆さんは誰が好みでしょうか。なんかやっぱ別にね、小さい男の子男女が好きってわけじゃないんですけど、ああいうのはやっぱなんかひたむきな紳士さとかになんか心打たれるなと思いました。普通に泣いて
った。そんな感じですね。感想としてはいい映画だったなって思います。なんか第2弾も見たいなっていう、思いました。というかアニメも見たいなと思いました。はい、そんな感じです。そして開運カード、これもらえるんですよ。何かというと、じゃん、中吉でした。開運、あら、はい、以上です。中吉天草四郎、信仰こそ我らが武器、進めというわけで、中吉でした。そんな感じです。皆さんもなんか映画見たとかあったら、下の説明欄じゃない、コメント欄とかにね、意見とか書いてください。ネタバレはしちゃいかんぞ。でも、以上です。はい、今日のコーデです。今日のコーデはモフモフピンクニットショーパンを履きました。以上です。よかったら YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォローの方よろしくお願いします。していただけると、 Twitter はいろんな方のマルチできるように、マルチの URL 貼ったりとか、ゲームのことつぶやいたりだとか、 YouTube のチャンネル登録をしていただけると、私のやる気がアップするし、あとは生人記念という形で記念枠とかあげたりしてるので、よろしくお願いします。ではでは、今日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。